そうなんですよ。柳瀬でいけると思うんですけど、はい、いや実はカメラをもう回しておるんですけどね、はい、ちょっといいですか。はい、あ、どうぞどうぞ。どうも皆様こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。タイムラグ。はい。微妙でしたね。はい、ね、小林さんっていうね、ジェミニとかにお乗りになってた、スカイライン、昔懐かしいスカイラインを46万5,000キロ乗ってるという奇跡の人が、めちゃくちゃ崇拝している。そして逆に崇拝されている人が今日お越しいただいている、なんと山田さんでございます。どうも。どうも。山田さん実はメルセデスでね、もう出ていただいて。はい。もう車変態の仲間入りですよね。間違いなくね。そこは間違いない。はい、で、実は明日ですね、この山田さんを歓待しようということで、その小林先生と僕と3人で、ちょっと都会へ遊びに行こうっていうのをやる予定なんですけど、その前の日なんですね、今日はね。はい。どうしても、お隅でご飯食べたいということで、私仕事を抜けですね、まあ急遽飯食ってこのまますぐ帰るんですけど、あいにくのちょっと雨でね、今日はね。あららららっていうね。でもご飯美味しかったですか？はい、非常に美味しかったです。そうですか。はい。昔懐かしい。そうですね。本当昭和っていう感じで。あ、昭和ですよね。ですね。雰囲気も味も本当に昭和という感じで。この後の予定はどうするんですか？それがですね、本当はこの天気でなければ自転車をこう車に積んで、奈良のあたりを走り回ろうと思ってたんですが、まあこんな雨になっちゃうということで断念したので、今のところ全く白紙なんですね。この辺でちょっとうろつこうかなとは思ってるんですけど。まあ温泉行くって話ね。そうですね。はい。日帰り温泉にちょっとゆっくり。はい。伺おうかなと。体をお休みください。というわけですね。実はこのね雨のために室内になってるんですが、この車。山田さんの車ですよね。そうです。この車は実はメルセデスともう一台。ね、メルセデスじゃないけど、何ですかこの車は。これはですね、サーブのまあ95という車なんですが。はい。あら懐かしい。今となってはね、懐かしいですけど、このコックピットとかお好きですか、こういう。そうそう。やっぱり飛行機、航空機会社ならではの。そうですね。ちょっと独特の感じ。やっぱここら辺のこのベンチレーダーとかも、側は動かないですけど、中がこう動くという。まあこういうところですよね。僕じゃ一個ずつ説明してもらいましょうか。この辺周り、山田先生、この辺何が好きですか、これ。この辺はですね、すごいですよね、やっぱり。そうですね、なんか互換性はないですけど、そうですね。まあやっぱり一番面白いのはまあこのカップホルダーの動きですよね。スバル式のね、スバルもこれね、そうですね。インプレッサがなんかあったかな。あ、レガシーか。レガシーもそうですね。レガシーもこんな感じのタイプの。これゆっくり行くのがいいですよね。そうなんです。しかも勝手にこれも回って。そうですね。これが飛行機らしいですね。航空機メーカー。そうですね。出てきて。ゆっくりこう勝手に開いてるみたいなね。そうね、ここの動きがこれ好きなんですか？これ大好きなんですけど、これほらここ例えばアクエリアスはこうじゃ水滴でこぼれそうですよね。それは大丈夫なんですか？ぬるいの飲むように。でもそうなんかやっぱそこまでは気を使われてない。やっぱまあね、日本の車だったら多分そういうところも気を使うと思うんですけど、紙コップで飲めってことですね。まあそういうことですね。なんかね、基本的にはペットボトルじゃなくて缶とか紙しか入れて。ああ、それマークもそうですね。そうなんですよね。なんかやっぱぶつかった時に危険だからというのでペットボトルはダメだということになってるらしいです。ああ、すごい、さすが山田先生、博学ですね。いやいやいや、説明書読んだだけですけど。で、次の独特ポイントですけど、この鍵とかどうですか？そうですね。鍵がね、まあここにあるのがまあ昔のまあ一時この前のモデルの9000っていうやつはクワトロプロジェクトといってフィアットとかアルファロメオ、ランチャー、まあランチャーと一番共同開発してたと思うんですけど、その関係からその時のサーブっていうのはまあイグニッシュも普通にステアリングコラムのところについてたんですけど、このモデルからやっぱりまたサーブらしたということでまたここに戻ったんですね。そうね、900が全部ここでしたもんね。そうですよね。いや、いいじゃないですか。ここがだから軸なんですね。そうですね。ここに血管が通ってる感じだね、全部ね。そんな感じだと思いますね。あっちに行かないと。そうですね。こっちは今ちょっとね分かりづらいと思うんですけど、まあ今夜ですとねナイトパネルっていうのがついてまして、エンジンをまあかけますと、まあ夜になるとですね、スピードメーター以外は全部消える。今ちょっとこの水温も低くなっちゃってるであれなんですけど、このナイトパネルっていうのをタコメーターのあたりを見てもらうと分かると思うんですけど、全部落ちちゃうんですね。そうなんです。でスピードメーターだけしか明かりがつかない感じになってしまう。これ何が機能なんですか？これもなんかまあ一応航空機のどうのこうのっていう話は聞いたことあるんですけど、まあ、自分はね、うん、飛行機に乗ったことがないので操縦したことないので分かんない、うん、ただ昔そのイギリスの「トップギア」という番組で言うには、いや飛行機にはそんな機能ないよってないんや。どういうことだよ。だって今ゼロになってるわけでしょこれ。そうなんです、そうなんです。で、このスイッチをもう一回押すと、あ、もうちゃんと反応する。そうなんです。夜になると、だからスピードメーター以外真っ暗になっちゃうんですね。すごいな、集中力。そうなんです。なんかその集中力を高めるために、余分な情報は全部消えると。ああ、なるほど。まあ異常があった時だけは、まあもちろん燃料がなくなってきた時かっていう時にはそこだけはちゃんと戻るらしいんですけど、変な複雑やけど面白いサービス精神ですね。まあそうですね。まあこれは多分おそらくサーブだけしかないんではないかなという、はい、機能だと思います。すごいですね。僕も一回押してみていいですか。あ、どうぞどうぞどうぞ。これです。そうですそうです。はい。このナイトパネル。はい。夜になると。そうなんです。そうするともう全部落ちます。はい。僕もう一回押していいですか。あ、どうぞどうぞ。はい。蘇った。うわ、面白い機能ですね。要するにもう速度計が何にもないっていう。そうなんです。ここら辺の照明も全部消えます。あ、こっちも消えるんです。こちらも消えます。これ押してみていいですか。あ、どうぞどうぞ。これも消えるんです。はい。あれ、ほんま真っ暗系になる。真っ暗系になるんですよね。あ、やっぱ飛行機機能っぽいですね。で、まあそんな感じはありますね。こだわってるな。そうだからまあかえってオペル、まあこの車はオペルのベクトラをベースにね、ドイツのオペルをベースにしてるんですけど、もう逆に言うとそういうディテールにサーブらしさを残さないと、もうただのベクトラになってしまうじゃないかというところもあったんではないかなとは想像してるんですけど。そしてじゃあ上の方見てみましょう。これスイッチ類もなんかこうね、飛行機っぽい感じはありますね。じゃあ触ってみていいですか。ああ、どうぞ。こっち向けるってことですね。そうですそうです。それがまあスポットライトで、そうですね。はい。ちょっとやや硬いですね。そう、あんまり多分使ってないですね。そうです。一応動く方だと思う。これはサンルーフですね。で、これはサンルーフのロック、まあ使ったことないですけど、そうですね。これを押しとくとまあ動かない、まあスイッチは触れても動かないという機能だと思います。これがやっぱ航空機ですね。そうですね。上にある、上にしかベルトってね、ポーンみたいなね。そうですね。ちょっとそういうところにはらしさが宿って、いいじゃないですか。自分はね、非常にまあサーブ、純粋なサーブ党の人にはまあね、なんかドイツじゃないかって言われるとは思うんですけど、はい、自分は個人的にものすごく気に入ってまして、このシートがねものすごくいいんですね。はい、ちょっとはい、そうなんです。そうなんです。このシワの作りとかもね、なんかものすごく独特で、でも高級感、重厚感がありますね。そうなんですよ。柔らかいのに本革シートですね。そうです。だから割と針が、誰かが言ったのが、なんかドイツ人がフランス車を作るとサーブになるんじゃないかっていうことを言ってた人もいるみたいで。よく知ってるな。なんか山田先生ですね。五択ばっか並べるんですけど、メカとかのことは何もわからない。後ろもね、手抜きなくシートが美しいですし、その奥はあれですね。トノカバーの下は荷物入れになってるね。そうです。はい。お、すごいな。独特な感じはかなりありますね。はい。ちょっとね、視聴者の皆さんに匂いを伝えられないんです。この匂いもね、独特でいいですね。そうなんですよね。なんかちょっとなんていうんですか、そうですね。なんかプラスチックを温めたような匂いっていうところも、本革とは別になんかワーゲンビートルとかで出てきそうなね、なんかそういう香りと混ざってすごく落ち着きます。しかもめっちゃ綺麗なお使いですけど、まあこれもまあね、当然自分はユーズド中古車で買ってるんですけど、でもおそらく前の方、まあ自分がもともとワンオーナーの車を買ってますけど、やっぱ前の方が非常に多分大事に乗られてたんだと思います。いつも自分よりも人を褒めますよね。いや本当自分何もやってないんで。やってないですね。何もやってないです。けど本当にこのピラー面も。全然汚れもなく剥がれもないですね。そうですね。ヨーロッパ車にありがちな、はい、全然こんなけど、よくね、天井複雑な構造ですね。えらいへこんだり上がったり、ここがまあやっぱりこの自分の好きなこのサンルーフの影響ももちろんあると思うんですけど、サンルーフの戸袋分だけはあるんですけど、それより向こうはまあまたちょっと広くなってるという感じですかね。はい。面白いですね。で次皆さん、このスイッチの集中スイッチですね。これはそうですね。こちらもパワーウィンドウですね。ここでやると。はい、こちらですね。さすが。これも散らかってないですね。そうですね、ヨーロッパの車は比較的、まあ、おそらくスイッチの点数を減らしたいっていうこともあると思うんですけど、ここで全部操作、運転席からも助手席からもドアにないんですよね。最近はね、割ともう運転席についてる、ね、日本車方式が結構多いみたいなんですけど。なるほど、そうか、これだとこういう感じで普通にみんないじれるよねっていうことね。そうなんですね。で、部品点数も減らしてると。おそらくそっちの方がメインじゃないかなと思いますね、欧州車の場合。はい、なるほど。はい、そしてこのグリップ感たっぷりのこの AT、 これすごいですね。そうです、もう本当にシフトレバーの感じなんかもオペルそのもので、このスポーツモードのスイッチなんか、オペルの場合はこれがスノーモードかなんかになってたと思うんですけど、まあサーフはこっちに別にウィンターモードっていうので別になってますけど、多分シフトレバー自体はオペルと共用じゃないかなと思うんですね。ただこの車まあね、ちょっと今止まってる感じであれなんですけど、このスポーツモードを押すとこの車2300でターボなんですけれども、ものすごく速くなるんですよね。ものすごく極端なんですね。そうなんです。見た目はそんなに速そうな車には見えないんですけど、速いって言っても、ランボルギーニとかフェラーリみたいに速いとはもちろん言わないんですけど、とは言わないんですけど、本当にこれ2300とは思えないぐらいの加速をするので、そういうところも結構気に入ってるんですね。やっぱ航空機メーカーとしてのね、やっぱり急発進についてはやっぱり飛行機で勉強してるだけあって、とんでもない速度が出るんですね。そうですね、まあ本当に150、60キロぐらいまでは多分簡単に出てしまうと思うんですね。まあそこまでもちろん出せないですけど。もちろんね、そうですよね。すごいこうね、羊の皮をかぶった狼。そうですね。なんか余裕馬力は結構あると思います。はい。なるほど。はい。で逆にこの車でお困りの点とかあります？そうですね。今まあちょっとね、これ。エアコンの調子があんまり良くなくて、エアコン自体はちゃんと除湿とかは動いてるんですけど、やっぱちょっと基本的に温度下げたいなっていう時にもぬるい風が出てきたりとか、まあもともとこのね、欧州車っていうのはそういうところもまあある程度しょうがないかなっていう面はあると思うんですね。まあ自分の仕事もね、以前にも言ったと思うんですけど、トラックが乗ってるわけなんですけど、まあ昔はこのスカニアというメーカーが、スカニアというメーカーが今もあるんですけど、やっぱスカニアに乗ってる運転手さんなんかに聞くと、気温設定が日本車のように細かくいかないから、スカニアかっこいいんですけどね、だからやっぱりエアコン空調に関してはちょっとそういうところが、もともとはエアコン自体の能力はサーブっていうのはものすごく高いと言われてたんですけども、まあもう今サーブというメーカーもないんですけど、でもやっぱりなんかそういう細かいところがどうもちょっとやはり日本の車のような性能はちょっと有してない部分があるみたいで、まあとはいってももうこの車21年落ちなんで、まあ新車のようにね、きちっと正確に作動するっていうのはまあ仕方がない、無理かなとは自分も諦めてはいる部分なんですけど、その辺がまあね、日本だとやっぱね、高温多湿なんでエアコンがやっぱり必要な時がある。でもね、サーブといえばね、ベンチレーションシステムでも航空技術を採用してどうのとかね、よう言うぐらいやしやけど、あくまで北欧ですもんね、欧州車って。そうなんですね。だからヒーターの効きは抜群に、シートヒーターなんかの効きも抜群にいいんですけど、夏の今ね、こうやって喋っても除湿はすごく行き届いてるし、悪くはないと思うんですけども、そこがまあ強いて言えば。でも山田先生はやっぱ神やから、そんなん求めないでしょ。北欧車みたいな寒いところに特化した車なのに、なんかギンギンの20度に冷やしてくれたらそんなん言わないでしょ。そうなんですね。まあまだ開けようかぐらいですね。せっかくお好きなね、サンルーフがついてるんでね、これちょっとスライドがあんまり今ね、調子がこれも良くなくて、まあチルタップはつくんで、換気はもう問題ないんですけどね。まあこれはしゃあないですよね。だんだん傷んでくるね、滑りが悪くなったり。そうなんですね。いろいろとまあ不具合もまああるはあるんですけど、まあ走行機能に関してはまあかなり今のところ問題なく、だからもう可愛がって仕方がない2台目ですね。そうなんです。まあちょっとね、2年近くちょっと車検出たまま帰ってこなかったんです。車検、そうですよ。車検2年近く車検に出たまま帰ってこない。2年修理受けてたんですか？そうです。まあ車自体は問題ないと思う。そのエアコンの修理がっていうことだったんですけど、まあそのままちょっとなっちゃったみたいで、ちょっと車だけ返してもらえないかということで、まあちょっと大至急戻してもらって。なんですけど、このまま今こちらまでそうですね、200キロ弱が走ってきましたけど、至って快調で、車自体は非常に。もうエアコン諦めたらいいじゃないですか。もうそうそう、まあそこら辺はもうしょうがないかなとは思ってます。走ればめちゃくちゃ速い2003サーボエンジンを搭載してね、そうなんです、スポーツモードを押せばもはや危険の水域になると嬉しそうに話してたのに、エアコンだけはちょっとお困りになってる。そうですね、正直まあね、家族乗せることもあるので、ちょっと真夏に脱水症状を起こすみたいな、確かにそうだよね。今日僕もサーブの900は最後エアコンの故障がやっぱ大きく出ましたね。はい。だからなんか修理工場の人らはやっぱ夏の暑さに耐えられへんのじゃ日本のっていう、そういう言い方してましたけど。そうですね。ガンガンに冬冷えとったのに夏になったら途端におかしなった。そうです。涼しくなると猛烈に効くというね。そうだからね、今冬に強いね体質を持ったサーブだと思うんですけども、最後に山本さんご視聴者の皆さんに何か一言車好きとして何かいただけませんか、お話。車、そうですね。2代目ですかね、これ紹介でね、メルセデスの次は。サーブできましたから。そうですね。まあ自分みたいなものひねくれにこうちょっとターボがかかってるようなやつなんで、いいじゃないですか。まあこういう地味めな車なんですけど、まあサーブという名称自体はね、最近日本の映画で、まあもちろんこのモデルじゃないんですけど、ドライブマイカー。あれこそ900。そうなんです。あれは本当にね、まあ初代の900なんですけど、サーブという名前がまあもう会社自体はね、さっきも言ったみたいになくなってしまいましたけど、まあ今ちょっとそういう映画で名前自体がちょっとこう少し知名度が若干上がったのかなっていう。西島さんの映画ね。そうですね。自分も1回見に行って。2回目見に行こうと思ったらあっという間にもう上映が終わってまして、自分の地元はですけどね、まあ場所によって今でもやってますですけどね。けどあれですか、西島さんの映画を見たいんじゃなくてサーブを見たかったんじゃないですか。そうやっぱり生まれました。自分もサーブが出てなかったら多分見に行かなかった。皆さん分かる、これがだからね、車変態の文化的な問題ですよね。そうです。非常に問題ありだと思います。そのサーブを見たかったって走ってる赤い都会を走るサーブみたいって。そうなんです、そうなんです。実際さっき感じるその見たサーブどうでした？あ、そうですね。いい感じでした。いいと思います。まあ自分はそのオリジナルの900のモデルっていうのは運転したことないんですけど、やっぱりまあサーブの血筋ということでやっぱりあの辺が一番リアルだと思いますので、まあ憧れはあります。まあオープンカーも好きですので、まあ二重の意味でちょっとサーブの900というのは非常に。今お値段とんでもない額になってますけど、そこがちょっと僕が買ったで39万円でしたよ。そう、本当サーブなんていうのは全然車マニア以外にはなんだ、まあバブルの頃多少ねちょっとなんか知れた時ありましたけど、それ以降はサーブって何みたいな、そこへ来てまあね、この辺のモデルっていうのは非常に影が薄かったので、まあ柳瀬さんがちょっと扱ってたので若干こう一瞬売れ行きが上がった時もありましたけれども、でももう結局はメーカー自体がなくなるという非常に悲しい、ちょっと増田さんのリクエストとはちょっと違う方向のコメントになってしまったかもしれませんけど、もう一度聞きますけど、僕は悪かったんで、最後ね、視聴者さんの皆さんになんか車好きとして一言なんかないですか？ちょっといい話聞かせてください。僕らを沸かしてくださいよ。いや、映画バージョンおもろかったですよ。完全に車変態の面白いネタじゃないですか。映画の作品で泣いたじゃなくて、サーブが美しかったとか、もう一度乗ってみてとか。そうなんですよね。オリジナルは素晴らしいよ。よくわからんこと言ってますからね。そう、だからもうそういう系のもう一個ぐらい山田さんらしいお話。もう一個ぐらいですか。はい。やり直しです、やり直し。やり直しですか。やり直し。そう、もう学生時代からやり直しばっかさせられてきたんでね、勉強でも宿題でもね。これ以上やり直しはしんどいなと思うんですけど。車だったら大丈夫でしょ。車だったら何回でもやる。はい、どうぞどうぞ最後。ご視聴者の皆さんに伝えてあげてください、車好きの良さを。まあね、今本当にこのコロナということで、まあ本当にステレオタイプな意見になってしまうかもしれませんけど、まあこんな時でもね、やはり車というのは移動手段に欠かせないし。まあ自分さえしっかり、意思を持って運転すれば本当に車も応えてくれると思うし、こんな時期だからこそ車っていうのを皆さんぜひ大切に、ね、まあ、車はどんな車でもいいと思うんですけど、はい、ご本人が好きな車を大切に乗っていっていただきたいななんて、ちょっと偉そうなこと言ってしまいましたけど、優しい人柄が伝わるどんな車でもと付け加えたことでね、その人にとって大事な車が名車なので、はい、否定しちゃうんじゃなくて、とにかく安全運転を心がけて、はい、今を楽しめと。そうだと思います、はい、そうだと。いや、あなたのお言葉を今編集しただけなんで、そうだと思います。その通りですよね。頭が良ければそのまますっといけるんですけど、頭が回りくどい。いやいやいや、そんなこと、いや、いっぱい伝えたいことがあるのを一生懸命伝えされるから回りくどいんじゃなくて、いっぱい話してくださっただけで、いやいや、要はこのサーブの車はね、山田さんにとってかけがえのない車だってことですね。そうです。はい。はい。メルセデス同様。いや、ちゃんと入れていたメルセデス。大好きな車。まあもう一台あとは通勤用に、まあ、軽自動車のスバルの軽自動車 R1 っていう車もあるんですけど、またそれを R2 じゃなくて R1 乗るとかですね。そうです。クーペタイプの。そうです、クーペのタイプなんですけどね。あれもよく走りますよね。そうですね。自分のやつは普通の FF。あ、そうなんですか。あれ FF ももちろんある。そうです。FF もあるんです。自分のところはまあ積雪がほとんどない地域なんで、まあ FF でなるべく軽い方がいいかなという。まあスーパーチャージャーもついてない仕様。はい、普通のノーマルなんです。そうなんです。それは色は何色？色はですね、ガンメタ。ですかね、グレーみたいな色なんですけど、結構青っぽい色がね、一番スバルっぽいで可愛いって言われてましたね。女の子らも乗ってるような。そうですね、スバルね、ダブル R ブルーとか言って、まあインプレスとかあの辺も結構そういう色、まあスバルのサンバですね、あの辺もラストにそのカラーの限定車みたいなのありましたけど、R1 にはその色が確かね、なかったんですよ。白とかシルバー、黄色とかありましたよね。黄色ありましたね。黄色ありました。あとは赤っていうんですかね、ワインレッドみたいな色は。ありましたけど、R1 ですって、なんかヨーグルトと同じなんですね。R1 っていうともう一般的にはヨーグルトの名称かなという感じなんですけどね。あれけど設計ボディスタイルはイタリアの誰の設計じゃなくて、ですね、ダシルバさんじゃなくてなんだったかな。なんかミラーとかね。そうなんです。フロントグリル、まあ一説によると、まあその R1 自体はスバルの自社のデザイナーらしいんですけど、そのフロントグリルのあたりとかはその方がなんつったか名前がちょっと出てこないんですよね。スバルさんじゃなくて、スバルさんじゃなくて、スバルさんじゃないですよね。なんだったかな。いや、いいんです、いいんです。こうやって皆さんね、山田さんっていう人物をね、ちょっと年下のおちょくった感じになりましたけども、要は車好きな人でこうやって車の話振っていくとずーっと喋ってんです。最後に一言ってスバルが出てきたらまた R1 の話ずっとしますからね。出勤かね、通勤かね。そうなんです、そうなんです。はい。その車もまあもうね14、15万キロ走ってますけど、全然元気で元気に走ってます。すごい。じゃあ3台の名車を大事に維持して。そうですね。なるべく維持していきたいなとは思ってるんですけど。維持できてますもんね。まあしてるとなんとかとか、そうです、まあギリギリですけど、飯を減らしてでもやっぱり飯を減らしてでもということでね、今日はわざわざね、静岡方面から山田さんにお越しいただいて、現在ここ伊賀で撮影の方終わりました。本当に今日は最後までありがとうございました。こちらこそありがとうございました。あと明日よろしくお願いします。またよろしくお願いいたします。ご迷惑をおかけします。いえ、迷惑じゃないです。来てくれてありがとうございますって何回言ったらわかるんですか。明日そのために小林先生も開けてんの、時間ね。そうなんですよね。あなたに会いたくて待ってるんでね。明日が本番です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。失礼いたします。後ろトランクもちょっといろいろ仕掛けがあったりして、ちょっとね雨やからですけど、外も取れないくて残念ですけど、そこを開けてみていいですか。どうぞどうぞ。こうするとサーブはなんと、あら、上にももう一枚。これは横にして、うまく動かしますね。はい。これでまあね、こっち側の太陽をまず防御して、その前の防御をさらにこれでするんですよね。反対はね。すごないですか、この作りって。ここまでか。ああ、けど白黒で色を変えてるのも可愛いですね、なんか。そうですね。そうか、2枚目が目立たないように、だと思います。黒にしといて、蓋してる感じなんですね。そうですね。重厚感があるように見えて、なんか挟んでんのかなと思いますね。そう、ちょっとね、本当はもっと新品の時もっとこう閉じるのかもしれない。だいぶちょっと緩んできてるのかもしれないですけどね、これ。こういうのが好きなんですね、これ気配り。まあ気配りかですよね。気配りかね。はい。大多数にはあまり認めてもらえないであろうところで、ちびちを上げるという。もういつまでだと話が終わらないんで切りますね。すいません。やっぱスタイルかっこいいですね。そうですね、やっぱこのめっちゃ綺麗じゃないですか。そうですね。しかもちょっと後にごまかされてるかもしれないですね。いや画面から見るとめっちゃかっこいいですよこれ。ガレージの中でレズミスと並べてみると、あ、いい感じ。あんまりスポーティーに見えないんですけどね。結構スポーティーに見えるなと。見てる、自分で見たら画面がかっこいいですよ。本当ですね。このアングルいいですよね。後ろが丸みを見てるのがまたいいですね。そうですね。はい。ここをね落としてきてるのが逆にね。ちょっとハッチバックっぽいようなデザインもあると思うんですけどね。インプレッサーっぽく見えるな。作りが。そうですね。あ、でもこの大きさも余裕があっていいですね。そうですね。はい。やっぱりはっきりしたデザインだなと思いますね。いや、すみません、どうもありがとうございます。また明日お会いしましょう。また。どうも。ありがとうございます。どうも。お気をつけ。